については、今回の G7 大臣会合におきましては、世界中の国々にはです、ね、それぞれの経済事情やエネルギー事情があると、そしてカーボンニュートラルへの道筋、これは多様であることを認めながらも、カーボンニュートラル2050年目指してです、ね、ネットゼロ目指して、共通のゴール、それを目指すことが重要であると。 ととといいううここを確認すすることはできたというふうに思っております世界規模の取り組みの一環として2050年までにエネルギーシステムにおけるネットゼロを達成するために排出削減対策が講じられていない化石燃料のフェーズアウトをグローバルに加速させていくことを強調いたしました。